はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は、軽く一杯110杯目になります。今回のテーマは清酒ですね、日本酒の能登の鈴のお酒ですね、早速飲んでいきましょう。お酒の種類は清酒、特別純米酒、銘柄特別純米酒大慶室賀、原産地日本石川能登、アルコール度数 16%、 酒造所桜田酒造、品種山田錦、精米部合 55% になります。今回はですね、以前もちょっと放送しましたが、桜田酒造、石川県能登半島タコ島港の近くですねの酒造所の、以前は初桜っていうのをねちょっと紹介させていただいたんですけど、今回は、特別純米酒の大慶ですね、そちらを紹介させていただきます。こちらのお酒もね、以前日本飲んだくれないとっていうラジオでゲストでお越しいただきました千葉県柏市のですね、酒の高浜酒販店ですね、酒の高浜代表の高浜克之さんから教えていただいたお酒になります。今回もありがとうございました。いろいろいつも教えていただきましてありがとうございます。石川のお酒って私はね、あまり知らないんですけど、こういう風にね、能登半島のお酒を教えていただくっていうのは非常にね、ありがたいと言いますか、知見が増えていきますね。ありがとうございます。この大慶っていうね、銘柄の由来なんですけど、能登半島のね、突端、タコ島は古くからの漁師の町なんですね。そして漁師たちは長い間海に出ましてですね、で、家族はですね、一家の大黒柱の身を案じながら家を守っていくというそういう流れですね。そして漁師たちが無事ですね、大漁で陸に戻った時ですね、ちょっと発音わかりませんが、大慶やった、大慶やったぞ、いわゆる大漁だったよと口々につけて笑顔を見せると。そしてこの大慶という素朴な喜びの言葉に縁起の良い字を当ててですね、この一品、このうまい酒をですね、大慶と名付けられたと、そういうね由来なんですね。で、桜田酒造さんの創業時のね、この銘柄はこの大慶っていうところでして、で、昔ね大慶丸っていう船もねあったみたいですね、タコ島港でですね。そしてですね、大慶ね、っていうのは非常にね、大量の時に喜びの時に飲む酒っていうことで、ラベルのデザインですね、こちらは海をイメージしてるという、お分かりになりますかね、海をイメージ、なんか分かるような気がしますね、海をイメージにしてるというところみたいですね。さあ、そういうね石川能登のお酒ですね、それを早速ね飲んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。非常にね今日も楽しみだと思います。さあ飲んでいきましょう。グリーンのラベルに室賀って書かれてる大慶ね、なかなか美しいですね。さあいただきます。これはストレート、常温ですね、常温ストレートをいただきましょう。さあどのような味でしょうかね。失礼します。さあ飲んでいきます。そうですね、ちょっと見づらいかもしれませんけど、淡いイエローがかったグリーン、非常に淡いイエローがかったグリーンですね、色ですね、無色透明ではありません、ちょっとねイエロー黄みがかってると淡いですけどね、そういう、外観ですね。さあ香りを、取りましょうか、結構粘性もやっぱりありますね。失礼します。そうですね、お米由来のね、当然なんですけど、日本酒なんでお米由来の、香り、麹の香り、そしてですね、熟成した果実のような香りですね、そういう香りがですね、バランスよく綺麗にですね、香ってるというような現状ですね。そうですね、
で結構濃純な感じで熟成系統もちょっと感じられるような香りっていうんですかね、まあ、熟成っていうのかなこれはね、まあ、これ室賀っていうとこですので、ね、そのままのお酒って言いますかね、あの旨味成分がたっぷり入っているようなものですね。そのような香りがやっぱ感じます。さあ飲んでいきましょう。うわ、味すごい複雑です。甘み、うん、酸味、苦味、そして旨味、あ、旨味すごいですね。非常にね、濃純なバランス、濃厚ですね。だ濃厚って言ってもですね、飲んだ後にスッと綺麗にね、あの細く長い余韻だけが残っていくというような、あー、これは次が欲しくなるような清酒ですね。口の中がもわーってですね、厚みを増すっていうイメージ。うん、これはですね、あのまあその名の通り、海のラベルの通りなんですけど、海産物系、例えば白身魚もですね、貝類、えぐみの強いようなね、肝類とかもですね、これは絶対合いますよね。あ、これはすごいうま、あのうま口ですね。うまみ甘み全体のバランスが非常に整っててですね、なんだろう、漁師が喜ぶともなんかわかるような味ですよね。すいません、ばっかり言ってすいません、かなり感銘を受けてますのでね、こういう表現になってしまうんですけど、やっぱコクがあります。非常にコクがあってですね、重厚、いや重厚っていうよりもね、最初重厚で、あとはね綺麗に消えていく、綺麗に控えめになっていく、最初はパッて出てパッて引くみたいなそういうような素晴らしいお酒ですね。あー、これはようできたお酒ですね。いやー、すごいな、やっぱ石川県のね、あのお酒っていうのは能登半島ですね、非常に面白いと思います。非常に参考になりますねこれね。確かこの桜田酒造さんのね、こういう大慶とか初桜もそうなんですけど、大半がやっぱり地元で飲まれるっていうことなんで、石川とか東京ではなかなかね、お目にかかることが少ない。確か200石って言ってたかな。200石なんで、一升瓶2万本というね、あの量で、まあ、あの小規模な、あの、酒屋、作り酒屋ですね。で、地元で大半が消費されるっていうことですので、本当の意味の地酒ということが言えますよね。本当に、素晴らしいお酒だと思いますね。高浜さん、さすがですね。ありがとうございますよね。やっぱりさすがだと思います。はい、そしてですね、ここ真ん中空いてるんですけど、これは、冷やして飲んでもいいっていうことでしたので、冷蔵庫に入れてます。そちらを出してきますので、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。冷やの登場でーす。そうですね、これも徐々に霜がかかってるような感じがしていいですよね。さあ、冷やの方も飲んでいきましょう。さあ、どうでしょうかね。ちょうどいい適温なサイズの、適温な、温度になってますね。いただきます。香りはちょっと穏やかにね、冷えたんでなりましたよね。あ、これは飲み口がとろっとね、糖蜜みたいな感じになってですね、でですね、どちらかというとですね、洗練された苦味、それがなんかシャープな感じで心地よく感じますよね。決して嫌がるようなもんではなくてですね、スッと喉に入っていく、寝れた苦味っていうのかな、こういう苦味でしたらね、非常に納得できる。プラス先ほどと重複しますけど、海の幸、いや間違いなく合いますよね。いやー、これで何や、ブリとかと合わせたいね。ブリのお刺身、あとは何やろ、イカとかホタルイカ、いやー、もう全部うまそうですよね。素晴らしいと思いますね、この日本酒ね。お刺身と早く合わせたいなと思います。
そして最後一番右ですね、これはおかんですね。おかんもつけてますので、おかん取ってきますので少々お待ちください。はい、すいません、おかんの登場です。さあちょっと入れていきましょうね。おー、ちょっと温度高かったかな。まあでも結構ね、ぬるい酒、ぬるいお湯につけてたんで、まあそこまでとは思いますけど、そこまでと温度がね、いい感じかなと思いますけど、さあいただきましょう。湯気がちょっと出ていいですね。あ、そうですね、やっぱりお米由来の匂い、およびミルキー的な感じですね。それがやっぱりしますよね。香りが華やかになりますね。やはり揮発成分が多く出るからっていうことでしょうね。うん、なるほど。これうまいですね。でね、どっちかというとこの甘みうまみもそうなんですけど、なんか酸味がね、ちょっとより一層感じられるかね、イメージがありますね。面白いですね、おかんにしますとですね。おかんにすると、なんていうのかな、まだ違った側面見せますね。常温冷やとは全く変わった側面。まあこれこのお酒以外にもそういう側面はあるとは思うんですけど、いや、これはね、何やろう、3つ楽しめますね。常温冷やして、そしておかんと、季節によってシチュエーションによってね、飲み比べるって言いますかね、飲み違える、なんていうのかな、そういうように飲んだらいいですね。うん、うん、これうまいな。なんかね、ゴロイカとかね、ノドクロとかね、なんかそういう干物系統だったらおかんと合わせたいって感じですね。で、お刺身系統ですね、そういうものだったら真ん中の、冷や。まあでも私は最終的には全部好きなんですけど、今回はこの真ん中の常温が個人的な好みですね。うん、なんていうのかな、甘うまみ、なんか甘みみたいですけど、すいません失礼しました。甘みとうまみが非常によくね、バランスよく、訴えてくる、アピールしてくるというようなお酒、この状態が常温、これですよね。まあおかんでもいいんやけどね。うん、あ、両方うまいね。もうどっちでもうまいです、これ。どっちでも全部うまいです。いや、本当に素晴らしいと思いますね。やはりこの地酒っていうのは、やはり地元で消費される結構難しいんですね、やっぱりね。よく聞くのはあれですよね、地元に密着してるお酒っていうのは、味が少し変わるとね、ちょっと味が変わったよとかですね、結構細かいお声が多いみたいなんですね。ですので地元密着で作る酒っていうのは非常にね、まあどこの蔵もそうかもしれませんけど、繊細に最新の注意を払って作ると、毎年ブレが少ないように作る。まあ日本酒、酒造りっていうのは農産物ですのでね、毎年毎年工業品と違って同じものができるっていうことではないので、いかに経験と勘、その辺をですね、当時ですねが駆使してですね、毎年毎年、喜ばしい地酒を提供していく、いわゆる作っていくと。これがまあ歴史と文化の伝承っていうところなんでしょうね。確かこちらの酒造様、社長と奥様、そして、お父さんとその奥様なんで、4名の小規模で、少人数でやっておられるっていうことなんでね、ますますこれからもですね、伝承をね、文化の伝承をしていきましてですね、美味しいお酒を世の中にね、出していただけたらありがたいなというふうに思います。まあ、もちろん地元メインですけど、まあ私みたいなね、のんべえにもちょっと分けていただけたらありがたいかなと思いますね。いやー、本当に素晴らしいお酒でしたね。酒の葉高浜の高浜さん、本当にありがとうございました。美味しいお酒をありがとうございます。はい、すいません、そろそろお時間のようですね。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご視聴いただけたらありがたいと思います。以上、お酒の塾長でした。乾杯、またねー。